ミキちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日は、ジャングルのは、ね、ペリちゃん。ペリちゃん。ペリーちゃん眠たいねまだ。はい、ミキちゃん、ミキちゃん、ね、はい、グレちゃん絶対来てね、やっぱりおいで、ね、グレちゃん、グレちゃん、みなこ食べた？食べたか？みなちゃん食べたかな、はい、今日はちょっと風があるから寒いね。寒い言うほどでもないけど、この中は外出たら寒かったね。まあ2月やからね、この後半は寒いんちゃうかな。本格的な冬。うん、まあ今日行ったら明日休みなんでね。あ、あんちゃん、あんちゃん今落としたやろ。ベリーちゃん、だけど、言うてはったけど、レオくん、レオちゃんと、ね、あの子はサイベリアンじゃなくて、この子がサイベリアンでね。ね。はい。あんちゃん。あんちゃん。よしよし。ちょっと風な、まだマシやね、今のところ。くしゃ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 いうのないね。な、よしよし。な、マシか。はい、エルサちゃん。エルサちゃん、エルマちゃん。ね、エルマちゃんもそろそろ出ようか。な、そこずっとおるもんな。ねねちゃん、ねねちゃん、食欲旺盛。ちょっとやっぱり、今北海道、昨日からやってないけど、ねえ、どうなんやろ。ぬくかったからね、まだ今日の晩ぐらいからいっぺんやってみようかなと。うん、ほら。ね、今日はムーちゃんの動画撮らなかったからこれぐらいしとこうね。え、キキちゃん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 、ね、キキちゃんです。はい、きなこちゃん、ちゃん、風邪は引いてないよね。大丈夫、うん、この子も意外とね、あれ使ってないからね。まあまた今日から寒くなりそうやなんでね、また入れたるわ。ここ何日間がぬくかったもんね。はい、ちゃうくん、チャオくん、チャオくん、まあネロちゃん、昨日の無人で、今日かな、今日の無人でなんか引っかかってるいうことで爪切りするし、するんやけど、まあできるかわからないんでね、子はなかなか難しいと思うんで、ね、そういう時はやっぱり慣れない子は難しいね。網に入れてやらんと仕方ないね。それによってまた慣れないと思う、慣れないようになるんだけど。大人、そんな食べてない。うん。食べなさい。
ミナちゃん嫌いかそれ。嫌いっすよね。なあ、そんな好きじゃないか。嫌かなあ。よしよし。いらんか。かわいいね。こんな感じでサイちゃんとベリーちゃんとアンちゃん、アンちゃん、アンちゃん、うんま眠いな。俺も猫になりたいわ。グレちゃん、あ、トイレ行くわ。グレちゃん、今度トイレグレちゃんしてやね。ここもね、新しいのが変えたら、あの飛び散りやっぱりマシですもん。今回新しいのこうたトイレはの玉はあれをちょっとね、ミーちゃんの砂がないから、まあミーちゃんの砂ボロボロになってきたら、まあ一番おからでは粒粉々になりにくいのがミーちゃんの砂であってね、それ以上にね、粉々にならんやつね、見つけたんで、そちらの方、変えていきます。眠たいね、今日は。土曜と、週末のものならば、やっぱしんどい。疲れがどっと出る。まあ、今日は花金ライブね、またやりますんで、何をするか言うて、ね、まあ、あの子のね、名前を、ね、決めれたいけど、ね、急には決められへんね。まあ、何かの方法で決めたいと思います。ね。新しい8割の子ね、背中に傷を負った、はい。みーちゃん。はい、グレーちゃん。かわいいな、おめえもな。よしよし。またみーちゃん、それか。匂いグングングングして、また臭い言うやろ。やばいの時、もう。ね。さあ、今日は花金ライブよろしくお願いします。それではね。それまで、ね、お元気で、はい。ハッチーズから一言。餌やり行動だけでは、不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。